はいどうも、ナビデータギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、こちらのですね、白い色鉛筆と、あとはですね、ブラックボード、黒い紙を使ってですね、絵を描いていこうかなと思っております。このような形でですね、黒い紙に白い画材を使ってですね、絵を描くとめちゃくちゃかっこよくなるので、ぜひですね、今回のアート最後まで見ていただいてですね、おうち時間で挑戦していただけると嬉しいなと思います。今回ね、こちらのですね、ステッドラーのですね、まあ白い確かねこれ水彩色鉛筆みたいな感じだったと思うんですけども、全然ですね水使わなくても結構濃ゆめにですねついてくれるので、このような形でですね色のですね濃さっていうのはですね強弱つけてですね皆さんにお届けしようかなと思っております。まあ他にもですね、僕がよく使ってたのは白いポスカとか、あとね以前ご紹介させていただいたですね、こちらのねホワイトホワイト SR っていうね、まあ修正液としても使えるやつでございますけども、このような形でですねいろんな白い画材っていうものがありますので、ぜひですね文房具さん行った際にですね探してみるのもありかなと思っております。ではねもう早速ですが、皆さんと一緒にですねこちらの白い色鉛筆を使ってですねブラックボードに絵を描いていきたいと思います。どんな世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひですね皆さんね最後の最後までお楽しみください。白い世界へようこそ。バイバイ、ありがとうございます。ホワイトホワイトホワイト